お待たせいたしました。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークス、この一戦をお送りいたします。開始でございます。ファイターズの先発は右の上沢、対するホークスの先発は左の笠谷、この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。ファイターズピッチャー交代です。上沢降板、右の村田今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう。注目の投球です。第1球投げた、初球打った、これは内野ゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番松田。第1球投げた、初球見送ってストライク、まずは入れてきました。投げた、打った、内野ゴロ、高浜ボールを掴んだ、アウト。高浜ベースを踏んでツーアウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番長谷川。第1球投げた、打ちました、引っ掛けた、ピッチャー前方のフライになりました、取って、これでスリーアウト、チェンジ。村田この回ピシャッと3人で抑えています。8回の表が終わって2対1です。さよなら勝ち、中島さよならタイムリーで見事勝利に貢献しました。本日の勝利投手は金子、敗戦投手岩崎でした。さて、本日のヒーローは中島、本当に今日は大活躍でした。